ねんねんねんパーソナリティの杉本まこです。ポッドキャスト調子どうでしょうか。いい感じでしたらぜひこのチャンネルのフォローお願いします。何かと嬉しいです。それではねんねんねんポッドキャストスタートです。皆さん今日もありがとうございました。なんかあの配信はじ配信じゃない生放送が始まった時はちょっと晴れてたんですけど結構どんよりしてきましたね。湿気を室内なんですけど感じます。 今週はかかありましたかね私はあの火曜日ゴールデンウィークが終わって火曜日にお休みを頂い,いてたんですけど、まあ、せっかくゴールデンウィークあったのにあんまり遠出とかどっか行こうっていうことができなかったので友達とディズニーに行こうっていう話になって、うん、火曜日にディズニーに行く約束をしてたんですけどなんとその日めちゃくちゃ雨で <laughs> もう。 結構テーマパークで傘さしながらって想像しただけでしんどいじゃないですか、ね、かといって「カッパ着るか」って言われたら<ー>嫌だなってなってで全国の天気予報を見たら名古屋過ぎたら晴れてたんですよ、うん、で京都まで行ったら晴れてるってなったんで京都に行ってきましたえディズニー行くのやめてディズニー行くのやめて<ー>京都にして人生で初めて新喜劇を見に行ってきました友達と、えー、京都擬音の ステージを見たんですけどなんか新喜劇の文化あんまり触れてこなかったんですけどその一緒に行った友達はあの関西出身の子だったんですよ。でだからもう馴染みがあるあの新喜劇で「あーこれこれ!」っていうシーンが分からなくてお約束が。お約束が分かんなくてあのドリルせんのかいとかぐらいのもう初歩的なやつしか分かんなくてもう。 あの見るのも難ししいいなって思いましたこ,うここで「山場拍手とか、はい、バーって盛り上がるところがあるんですけど<ー>確かに面白い面白いんですよ、うん、面白いんですけどこう人並み以上にこういけない自分がいてあ<ー>、はい、なるほどそっかそれを知ってたらもっともっと多分あこれだーってなるんですけどそれがなくてだからもっと勉強して行くべきだったなって思いましたじゃあもっと120で楽しい、はいはい 馴染みあります新喜劇これほら福井だったからそか隣、はい、そう京都とか大阪の流れてたから、ねはい、なんとなくそっか普通に見られる環境にはあるってこと、ね、うそうだねテレビで静岡最近 SBS でね何年か前からあそうなんですね夜やってるのかな、えー、なかなか日中は見れないう,うん、えー、う面白かった ただなんかその劇場のパートとしては漫才パートが多分40分くらいあって休憩挟んで新喜劇だったんですっごい楽しかったです、えー、なんか漫才も程よく楽しんでうん、うん、新喜劇も楽しむみたいな感じで漫才は「誰が出てきたの漫才はモモとか<ー>あと有名どころで言った「ロングコートダディ」とかはい、はい、あと誰だったかな「タキオン」「m 1で、はい、出てた「タキオン」とか。うん へえーはい、結構有名どこタキオン」がすっごく面白くてあそう、はい、杉本ってそういうさネタを見に行った時って声出して笑える、はい、えなんか慣れてないと笑えな,ないあそうですね私結構笑えます笑えるお、はい、いいねはいなんか静岡の人結構笑いライブに行くっていう文化がなかったりするからさ、はい、そう近くであんまりないですもんね 確かにあんまりうんう面白いのにそれを外に出すのが苦手だったりするそれあるかもしれないですね確かに確かにあと行く人ですよねね <laughs> そうだ、ねはい、私ですか,なんか私多分友達と一緒に行ったんで普通に笑える手とか叩いて笑えるんですけどうん、うん、これ一人だったら確かに。 くくくすすらいな全然心では笑ってますよなっちゃうのかなってその時ってさ面白えっと3ぐらいの面白さの時に6ぐらいで笑うやれって言われたらできますけどなんかほらこういう仕事してるとさリアクションとかしたりする出る人も。 ラジオで見てるディレクターさんとかも、だ、はい、からなんか癖でさあ、まあそうですね、オーバーになりがち、そうそうオーバーになるよなあでもそれは私まあでもそこ、私一人で大学時代も劇場とかよく行ってたんですけど、うん、笑ってたか全然笑えるか、多分、でも静岡の人はそういう人が多いと思います。 どう笑っていいかわかおまらお笑いどう見たらいいんだろうみたいなスタンスの人多分多い気がします。そうだよね。文化として見に来る。ないですもね。そこまではい。ないですね。なんか東京とかの人とかもお笑いすっごい好きかもしくはもうなんて言うんですかあの。 ちょっと観光地的な感じで一回は行ってみたいみたい行くかどっちかじゃないですかはい、はい、でも関西の方だともその笑いがもう,もう普通にある、ね、放課後行ったりとかさか、はい、時間空いてるから行くみたいな、はいはい、それがすごいいいなって思いましたやっぱ劇場もおじいちゃんおばあちゃんとか普通にいてラジオ聞いてるリスナーのはい。で結構あれだよねお笑い好きな人も多かったりする そうですね行く人とかいるのかなねえはい,いるのかな劇場って何分ぐらい前に入るのが正しいのか,かよくわかんないよねえ難しいですね難しいなんか私がよく行ってた無限大ドームとかまあ,あの結構階によってまばらだったりするんですよであの席がもう<ー>空席が目立つ階とかあと下の方は埋まってるけど上の方だと そんなにっていう感じだったんでうん、うん、全然1分前とかに行っても全然平気,、えー、平気なんですけどあとまあ席自由自由だったかな確か自由だったすそうだね自由はい自由ですよねあ、ね、難しいそれこそ夏一フェスですねお笑いライブが、ね、6月1日6月1日土曜日のほう、はい 超豪華ですよね、うん、ペナルティーさんーザーラモンさん元和牛の Mr. 真治と BKB さんバイク川崎もですと、うん、あとクラゲさん, 1> うん、うん、m 1の決勝に出た、はい、静岡のご出身ということで出てもらうし、うんはい、藤彦さんが MC で入ってる、ねうんはい、私クラゲさん劇場で見たことあって、うん、東京の劇場で見たことがあって。 その時にあの大学生だったのでお笑いアカウントみたいなツイッターで持ってたんですよ。え。わかります。どういうこと？お笑いの人たちをつながるためのツイッあのお笑いアカウントみたいなツイッターを持ってて<ー>その終わった後とかにうん、うん、あのリアクションとかあの DM とか送るみたいな。だ誰に？あの芸人さんとかに送るみたいなのやったことがあってそ,そうなんですよ。 杉私がでも私がって分かんないですよもう適当な名前「あ」みたいな名前でアカウント作ってやってた時にクラゲの方が2人ともあったからすっごい丁寧に返信してくださってすっごい感動したことがあります悪くな何ですかええ クソアカウントですよあはいすごいそんないいんですよそんなだよねそんないいのに今日見に行きましたし面白かったですみたいなくらいの感じのやつ、うん、えそれってさなんでごめんね全然,全然全然全然話とそれちゃう、はい、ってなんでそんなアカウント作るえなんか私の周りにお笑い好きがいなかったんですよだからその 仲間を作りたいとと思って、ライブか行くったりするないそれは知らないえ、本当ですか何それ何かコンサートとか行く時とかアカウント作ったりしませんえなんで？え、自分のアカウントじゃなくてってことじゃなくて杉本真子もう専用アカ、例えばもうお笑いアカウントとかなんでなんでえっそのほうがんか開けてつながりやすいじゃないですかそれはつながるために作るあそうですそうですそうですはい。 もうパスワードとか忘れちゃったんでただどっかに浮いてるだけなんですけど今アカウントが情報収集とかはいはいえそれでさそのアカウントから感想を送るのはなんかえまあ分かるじゃないですかあこの子お笑い好きなアカウントの子なんだなとかううとなでも私の例えばこうアカウントが一個あるとしたらお笑い好きハロプロ好きアイドル好きとかもいろいろ重なっていっちゃうんでんああ それを全部除外して1個だけのアカウントそれさ感想送る時はさ本人に感想本人に感想送るって何なのでも大した感想じゃないです面白かったですみたいな感じへえやなんか分かんないですけどコロナ禍って出待ちができなくなったんですよお笑いってそうでもお笑いの方って結構出待ちするのが普通そっかそっかルールの範囲内ですけど 普通に出待ちをしたりする方がいるかな,そ,かなるそれができなくなって、<ー>多分会話で流行ったんですかね。ああ<ー>、かだから出待ちで感想を言う時の会話みたいなこととか、はい、みたいな。それそう。なんで方赤ではやらないの。その、えー、本人に対し、ああ<ー>。で方赤の方がわかりやすく、なんかさ、そのあとかだけだとさ、なんか偽物かなって俺の。あ、でもあれですよ。あの プロフィール欄にこうハッシュタグとかつけてますけどああ<ー>はいえ,ー、えいないかな仲間どうなんだろうね、うん、とある地方の配達員さんが、はい、つまりラジオ番組に対してコメントする専用アカウントなーああもうまさにまさにそういう感じです黒羊さんが趣味ごとにアカウントを分けるのは女性が多い気がする、うん、あそうなんですねああでもそんな感じがするかもしれないです 後呂さんがいろいろな趣味が重なってしまったアカウントのなれの果ては僕たち。いろいろ。え <laughs> え<ー>、うん。別に認知されるとか。そういうことじゃない。つなげるとかいうとことか全く目的じゃなくて。違うんだよね。はい、もっと純粋な気持ちと。はい、だから、その一緒のライブを見に行った人たちと。面白かったですね。みたいな。だけです。ただ、それだけ。<laughs> はい。 絶対コンサートとかいる気がしますけどねこういう方いるねえそうたまにはいそうそうなしからしれんこんさんが「ああいうアカウントの正体」って書いて俺も全く同じこと思ったああいうアカウントだからそういうさなんか明らかに捨て赤っぽい感じとかあるじゃんでも意外と動いてるみたいなあれが全く分かんなかったんだけどまあまあまあそういうことじゃないですか多分はい 情報収集のためになとかつながるとかへえかそういうアカウントってさ写真プロフィールの写真とかも載せてなかったああありますねはいでもちゃんとした人が運用してるはい運用してると思いますちゃんとはいそうそうそんな感じでしたなんか何の話でしたっけ 結構豪華な面々が来るのでぜひチケットはどこでチケットピアとかでいろんなねところで買えるけど、チケットピアで買うのが一番買いやすい昨日からチケット一般発売がスタートして円ですね1回3,000円で16時30分からと18時30分から2回公演あれですよね静岡の中部地域でこうやって 大きいホールみたいな箱じゃなくてこういうライブハウスの空間でやるの本当になかなかないから行ったことない人行ったことないとさ結構距離の近さにびっくりするよねステージ上にこんな近いんだテレビに出てた人だみたいな感じになりますよね楽しいし思いっきり笑えるうん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 ぜひぜひ。 6月1日お願いします,しますめちゃめちゃ宣伝です <laughs> めちゃめちゃ宣伝 <laughs> こんな話になるとは思わなかです <laughs> あでも多いんだ農家の平社さんが、うん、ライブの専用館とチケット交換かってたりあかそういう方もいらっしゃるんだ <laughs> 浜松シャラクさんがぬぬぬの略称も捨て赤みたい確かにわかるうんだからぬぬぬであの。 検索とかするとね、うん、結構出てくんだよあ、そうなんですね多分そういうアカウントだろうねそ,そういうことですねステアカー結構あるねさつまいもさんも趣味あ趣やかか趣味やか気楽でいいよ、うん、でもさ、うん、そう思うと 気楽でいいよってっつもりもさつ説明をさ売ってるでしょ。はい、もうあれなのかね。その飽和化は気楽じゃない。ええー、本当ですね。なんかでも私なんか友達とつながるための SNS とあんま使ったことないんですよ。うん、あのラインとかは別ですけど、インスタも私高校一年生の時に三ヶ月でやめてるんで <laughs> <laughs> 向いてないと思って。はいはい、やめて,てそっからこうなんですか友達に。 共有するアカウントを作ったことがないから、<ー>はい。本当に趣味とか、はい、調べ物するとか専用ってことなんはい。だそういう方が多いんじゃないですか。よく言うじゃないですか。SNS 疲れとか。疲れ,疲れます。疲れますか皆さん。あ <laughs> とちょっと疲れてる。<laughs> 疲れてないです。<laughs> <え>あ SNS です SNS、まあ、SN 難しすぎるっていう。そうだね。はい。 話です大変ですす大変情報にあふれてるっていうのも難しいもんですね <laughs> ちょっと暗くなり,そうなでくなりすぎ明るいメールを見ましょう <laughs> メンクイズカロックさん今日のテーマはフリーテーマで募集をしました個人的なメールテーマですが「財布」についてですそれまでは2つ折りの財布を使っており ズボンの前ポケットにすっぽりと入るので肌見離さず使えるメリットから長年使っていましたが夏場は財布が蒸れてしまうことから思い切って長財布に変えましたその結果財布の痛みやすさが遅くなったこともありますがお札を折らずに綺麗に保管できるので自然とお金に対して丁寧に扱えるようになり無駄な出費も減りました また職場で昼休み中にソファーで横になって昼寝をするときに長財布の適度な柔らかさが枕代わりにもなるため <laughs> <laughs> 快適なお,ひろお昼寝タイムを演出してくれます <laughs> お金大事にしてないみたいになってる <laughs> 枕にするんですかえ、何派ですかお財布は中尾さんちっちゃい方があ、最近ははい。私も同じですちっち,っちっちゃい方がいい、えー なんか私意外と現金派なんですよね、うん、カードとかも使うカードとか PayPay ペイペイとかも使うんですけど意外と現金使うのでなんかあのちっちゃい中にも頑張って押し込めてでもバッグちっちゃくしたいから財布も小さくするしかないと思って頑張って使ってますお財布お財布重い中結構女性いっぱいいるんです、ね、ーんカードとか。はい ポイントカード系とか多分余計なものが多いなだと思います<ー>私今手元お財布あるんですけど、うん、お守りとかなんかおみくじとかいろいろ入ってるんですよ <laughs> えー、あでもそんなちち<あ>小さくないですかまあまあでも2つ折りだ、ね、つ折りのお財布ですこれ高校生の時に初めて稼いだバイト代で買ったお財布で、えー、何年使ってるもう,もうやばいですボロボロになってきちゃってるんですけどだから何年だ高校2年生の時だから 年すごいい。綺麗な色のそうなんですかーコイズブルー初めて買ったので高校生のーチの可愛くないですか高校生からすると高くないまあでも5万ぐらいいやそのなしない2万円ぐらいですもう全然高校生のバイト代で買えるくらいのスマホぐらいの大きさそうですねスマホぐらいの大きさです2つ折り二つ折りでもやっぱ分厚いよねまあちょっと分厚いですね あんまないと結構男性だとポケットとかに入れてくれるああそうですあと私はあの荷物減らしたいきはこれあ出た 2>,、はい、2つ持ち 2>, 2つ持ちこれはあのこれ三つ折りでキーケースとお財布が一緒になってるやつでーカードが何枚か入るんですよなのでクレジットカードと小銭だけこっちに入れて持っていくっていう使い方をしてます もうなんだかんだスーパーとか行くときは小さいやつ使っちゃいます、ね、お財布楽なんかさたまあのー、たまにさ、うん、本当に身軽がいいって言うとさ、うん、マネークリップ、うん、ああいますね使ってる人いるよ、はい、たま引いちゃうん <laughs> <laughs> ち,ち,ち詳しく聞いていいですか <laughs> <laughs> いたらどうするんですか <laughs> びっくりしちゃうああ<ー>なんか。 現金を、裸で持ってるのって、はい。ああ、怖くないって思っちゃうんだよね。あ、わかります。マネークリップでさ、とはい、あ、え。ちょっと生々しい,っていうのも。ああ、そうですね。なんか、あの、コインをそのまま、こう、かさ、かさって挟める。やつがあるじゃないですか。あれとか結構怖い。ですよね。かしかも、お金持ってることが、もうすぐ分う。分かっちゃいますもんね。 それ確かに怖いですねでも私から言わ,わせていただくと男性のポケットも結構ああそうだよね、はい、いつ落とすか,分かるし、はい、でもやっぱ男性そういう方本当に多いですよね多い,多いと思いますよそうですよね確かにえ原付男さんが「マネークリッパー風水的に良くない」って聞いてくれそういうものもあるの あすごいスナクジュラさんも俺も大学ぐらいからずっと財布変えてないと、はい、ブニセさん実は財布は自分自分で買ったことがないってどういうことえもう贈り物プレゼントとか,とかプレゼントでもへえ、うん、お財布、まあ、プレゼントしやすいそうだよねですよねブランドものとかでも

そしてランドル,とカンガナランドルさんテーマメールは自分の名言私の名言は二日酔いを恐れずにお酒を飲むように二日酔いを恐れずにお酒を飲むように失恋を恐れ失恋を恐れずに恋ができればいいのに <laughs> です <laughs> 最近は二日酔いすら恐れて早めに帰るので二日酔いより恐ろしい失恋はできませんかっこいい。 二日酔い、私したことないんですよ人生で。二日酔い。はい。ええ。はい。一回も。はい。一回もないです。お酒飲むの。飲み飲んで結構夜は気持ち悪いとか、う,んうん、うわ飲み過ぎて頭痛いって時あるんですけど、もう寝たら次の日全然平気。全然平気です。何時まで飲んでも全然オッケー。全然何時まで,で何時まで飲んでも残らないです、えー、体に。強いね。なんか多分寝たらリセットされるんですよ。 あ、そう。はい、え、節々が痛いとかも二日酔いですか。熱じゃ。体調不良。体調不良でしょ。体調不良。二 <laughs> 日酔いになります、中尾さん。な、最近なるようになってきましたね。ね<あ>ここ二三年ぐらいで。一気に二日酔いになる。ように二日酔いって。どういう症状ですか。あ、もう全部やだって。ししあそれが二日酔いですか。 それそれあそれか気持ち悪い気持ち悪いもんですねああんだっけランドルトーカンさん二日酔い恐れずお酒を飲むように失恋を恐れずに恋ができればいいのにああうんうん な,なんですかね。なんだろうな。いや、それこそ、大きい大失恋とかも。ないんですよね。んなんか。そんなに。さらっと。はい。じゃ、お別れですぐらいの。はい、泣かない。泣か,泣かない。なんか、その。え、すごいひどい発言だったら、ちょっと、どうしようって感じなんですけど。うんうん、多分、私の場合。相手に未練があるっていうよりも、その時間に未練がある。 2>, あ2年付き合って2年間とかみたいな,たいなとかあ一緒に過ごした時間がなくなるんだみたいななんか一緒に過ごした時間が <laughs> な,なんて言ったらいいんだろうななんかもうなくなっちゃうわけじゃないですか楽しかったっていう時間がなくなっちゃうから、うん、なんかその人に対しての未練,未練っていうよりもその時にいた自分に対しての なんか<ー>名残惜しさっていうかえわかる人いませんかねねちょっとわかる人いないですかねいないですかねその感じどうなんだろうもうあんまりわかんないです恋泣かないうんそんな泣かないと思います<ー>はいそこまでこうのめり込んでないんですかね <laughs> 全然盛り上がる <laughs> 全然盛り上がるなんかさあのこの前それこそ午後暮らけやってた山田モンド<ー>やってる山田モンドさん、うん、と一緒に話してて盛り上がったのが、はい、モンドさんはもうすっごいのめり込むんだよ、うん、あ相手に対してってことですか恋愛してる自分にでなんか失恋の後に失恋ソング聞くんだって、うん 失恋した後に失恋ソングを聞いて浸るんだって、うん、えっわかんない<っ>なんかモンドさんと話が合いそうですえ本当に、はい、えそういうもんなのえそういうことなのかな失恋した時に失恋ソング聞いて、はい、よりなんかこうズーンってなるんだシャランキューとかなんて言ったわけなんだ んかね「ミスチル」とかなんかそういう失恋系の曲を聴いて「うん、わかる」って言って、うん、へこんで、うん、時間を作るらしいああ<ー>そういうもんそう私失恋別れた時に失恋ソング聴く人って多いんですかね私も聴いちゃうかもしれないですあっそれはなんか。 僕たちも恋全然わかりませんない <laughs> 恋わかんないんですよ <laughs> そういうもんかねそういうもんなのですかね,ねだから多分その相手のことが好きっていう気持ちはもちろんありますけどうんうんその恋してる自分が好きだったっていうのもあるじゃないですかまああるんだろうね <はい S 1> きっとね <はい S 1> すごい嫌なこと言うねそういうことで <laughs> 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 自分の統計上ですよあーでもソラニンさんも杉本乃花ちゃん分か,か,、うん、かるよってあ本当ですか23年付き合うから別れるとーあーその時間もったいなかったなと思っちゃってたへえー、分かります分かんないけど分かるわかる気がしますでも砂鯨さんが、はい、あのー、あれですよランドル・トーカンさんにアドバイスはい あもしかして恋に怯えてるんじゃない <laughs> そうかもしれないかっこいい恋 <laughs> に怯えてる <うん S 1> よくないまず飛び込まないと始まんないですから <laughs> 参最になれば最 <laughs> 考になったかな <laughs> 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 そしてラジオネームキモサベさん自分はハウスクリーニングを含めた内装業をやっているのですが この業界2月からだいたいゴールデンウィーク明けの今ぐらいまでが繁忙期でこの3ヶ月ほぼ休みなしで今年も走りきれました<え>間に合計6日くらい休みがあったのですが体を休めることに全集中しなくてはいけないので休みの日は一歩も外には出ずいつの間にか暖かくなり桜が咲きそして散りゴールデンウィーク中は楽しそうにお出かけしている人を見ながら 渋滞の中を行っては帰りやっと普通に生きられる期間に入りました繁忙期を乗り越えられたのも毎週楽しみにしているヌヌヌのおかげですさらば繁忙期ようこそ普通の生活ハ、うん、ウスクリーニングやっぱこの引っ越しとか、ね、そういう新生活の時期っていうことですよね,ね、えー、忙しいんだ、ね、忙しそうですよね引っ越し業者さんとかも、ね 私の住んでるマンションに4月くらいに引っ越し業者の車が止まっていてナンバープレートを見たら「福岡」って書いてあったんですよえ,ー、えこの大きいトラックを福岡からすごいね来たのかと思ったら本当トだ、ねはい、移動とかもあるんだ、ね、はい尊敬しましたなんか夜中12時とか1時とかに高速乗ったりするとなんか物流の偉大さを感じるわう,ん、うんかります トラックだけがブワーって,ってーだから寝てる間にこう動かしてくれてるんだなそうですよね見るとちょっと実感するよ、ね、すさを夜の高速道路って不思議な気持ちになりますよね<る>はいちょっと寒かったりとかしてわか <laughs> <laughs> るわあのー、サービスエリアにさ、はい、2>, 2時ぐらいにこうはいはい あのオレンジ色の明かりでちょっとこう背中丸めながら明かりがついてるファミマとか入ってて楽しいんだよ楽しいでちょっとあくみして目が割れてまって明かりがピュンと縦に縦になってるのとかあれなんだろうねあれなんなんですかね下道じゃ味わえないもんね下道じゃ味わえないなんなんですかね高速だけだよね高速だけ

メッうん。ネット更新アカウントネット更新アカえ。え、同系列？同系列同期の杉本アナじゃあ別の局の局の方ってことですかね。TBS 系列の別の会説者。ことですかね。だけど同期。ええー。よでも。 はい、ネットを更新やかって書いてある。るそういうことですね。これ趣味やかでしょさっき。そう、そう、そう、いうことですね。ええー、よかったら、何かで。ね。はい、D. M. かなんかください。<ー>ええー、ありがとうございます。嬉しい。<laughs> 趣味やか。そういうことですた混同しちゃうんですよ。ええ、はい。はい、うん。そういうことです。あさつまいもさん。福岡から関東に来ました。引っ越し業者さんに感謝ですって。 よね、大変すごいですよね。引っ,越し引っ越し業者さんプロだもんねプロですよね。傷つけないように運んで私東京から静岡に引っ越してくる時にヤマトの単身引っ越しっていうサービスを使ったんですけど洗濯機と冷蔵庫とテレビとかヒーターとか全部運んでくれて2万4,000円だったんです。え安っ 繁忙期にそれでめめちゃめちゃゃ、ねはい、コンテナに入りきる量だったら2万4,000円って言われてえそれって普通それぐらいなのいやもっと高いんですよ,そうだよ、ね、で他の自分で自力で運べるものは自分たちで運んでそのコンテナに入るものだけそこで頼んだんですけど一人用の洗濯機と、えっと、冷蔵庫普通にその中に収まったので、えー、おすすめです。他もすごい丁寧に運んでくれて はい。ね今のであの引っ越しで思い出したちょっといいです話テレビっていつ買い替えればいい？えどういうことですか？テレビって壊れなくない？うん急に思いついちゃったね。そうですね。ええええ。あ何でもないです。水が急に降りた。テレビ大きくしたい時じゃないですか。 やっぱ壊れるまで待ってたら交換しうんなうんか壊かないすか、映るじゃんって思壊れないですもん,、ね、みんなテレビってどれぐらい使うの、ね、へーテレビって平均どれぐらい使うんですか10年とか使う人多いんじゃないですかやっぱそういう方がう,うんそうだよね、うんそうだよねこれ18からずっと同じの使ってるんだよそうなんですね13年 <laughs> すごいでも普通に映るじゃんうんはいなんかさ色薄くなったりしないですかああそうですね確かにちょっと性能悪くなってきたのとかないですもんねないそうですねたまに家電屋さん行って、はい、今のテレビ見ると安さにびっくりするよ、ねうん、結構安なんかちゃんとしたメーカーのやつでももの、うん、によっては結構そう安い手ごろに買えたりするあれって何が違うの 何が違うんですかね。その十三年前となんかなんか良くなったんじゃないですか？<laughs> <laughs> 全然すみません詳しくないです。<laughs> <laughs> なんか良くなったの。なんか良くなったと思います。まあきっとそうなんだはい。なんか良くなったんだろう。良くなったんだと思います。あみんなテレビ十年以上使ってるって。あやっぱそうそうなんですね。まあ言っても決してそんなに安い買い物ではないですからね<ー>テレビも。そうだよね。はい。 続いて、カラマリンダさん最近のテーマ、今日のテーマ、最近怪我したことですが先週の木曜日にこども園へ実習へ行ったときのこと公園で年長さんと軽泥をしていたら雨上がりでぬかるんでいたところに気づかず足を取られ思いっきり転びました着ていたロンティーとジャージは泥だらけとっさについてしまった左足は激痛しゃがむことすら痛い私の。 左足の周辺は今も青黒く朝になっています大人が久しぶりにやる軽泥めっちゃ危険ですマジで気をつけてください確かに怪我最近しました <laughs> 怪我怪我しなくないですか大人,大人になって怪我しないねかつり傷とか、うん、できないですね、はい、しない確かに膝すりむいたのっていだろ <laughs> 小学校以来ないですよね多分<ー> 私の最近のやっぱり一番の痛い悩みで言ったら本当とささむけとかですそれくらいだよねそれくらいあと爪で手切る爪じゃない紙<ー>で手を切るとかそうだよね体の痛いっていう、はい、もうとあとはもう不調ですよね単純と体のねそうだよね <laughs>、はい、中の不調,中の不調もう帰っちゃいましたけどこの前、はい、スタッフの山中さんが、はい、あのー 右側のほっぺがパンパンになって,て <laughs> どうしたのって聞いたら虫歯になって <laughs> 大人で虫歯になって腫れることあります虫歯って本当に腫れるんだなって虫歯で腫れるって相当ですよ相当だよね、はい、相当悪い気に入んないとさいや間違いないです歯ぐきが腫れるとはほっぺだよはい

あ,あ,あとちゃんこお父さんが大人になっての結果は全部強めに酔っ払ってる時て、はい、ああそれはそっか私弟があれでした成人式足骨折してて何な, <laughs> なんか一ヶ月くらい成人式の1ヶ月くらい前に学校で球技大会が大学っていうか学校のやつがあったらしくてリレーでめちゃめちゃ転んだらしくて <laughs> 成人式 この,あの松葉杖で行っててまぁ、あ、若干歩けるんですけどなんかその2次会んかたの「楽しかった?」ってな感じ私が聞いたんですよそしたら「えみんな,なんかその自分の席じゃなくてうろちょろ歩き回ってうん、うん、いろんな人と喋ってたから楽しそうだった」って言われて私怪我してることすっかり忘れてて「いやいや積極性の問題でしょ」って弟に言ったんですよ。<laughs> <laughs> 積極的に言っっったたたららよかったんだよ言ったら、うん いやいや怪我だよって言われて <laughs> あそっかってなって <laughs> すごいねそんな会話するのえ兄弟で、はい、成人式の話とか、はい、仲い,い <laughs> 成人式行きました成人式行きましたフリソでフリソで行きましたヤイズってどこでやイズはあの私たちの時あれあの普段はヤイズ文化センターでやるんですけど。 私たちの地域はやるんですけどコロナ禍で、えっと、静岡市も中止藤枝市も中止島田市も中止各地域中止だったんですけど焼津市だけは焼津港に車で行って成人式をやるっていうドライブイン方式を取り入れていて焼津港に全部こう区画が細かく振られててそ,<う>そこに車で行って、えー、車の窓を開けて。 成人式をするっていうそれは運転できない人はお母さんとか,とか,あとか乗り合いできたりとかとして成人式市長の話とか当時の先生の話とかを車の中で聞く,で聞く窓開けて聞くみたいな感じでしたじゃあ車から出ちゃダメ、ね、出ちゃダメはいそうかこのもう、はい、それももう本当苦渋の決断だったらしくてう、ね、もう中止か そうだよねう、はい、あのさみんな振り袖とかさ、はい、スーツとか着てるじゃんかそうですもうほんあのなんとに仲いい子たちと写真撮るためだけにうん、うん、とかいう感じだったんですけど、ね、でも周りの地域はやっぱり中止で振り袖着られなかった着なかったっていう子も全然いたんで。うん てくれたただけありがいそれってさ例えば20もう今コロナない大丈夫落ち着いたじゃん25の時にとか30とかでまた集まったりするそういうそうなんですかねどうなんだろうただ私たちの時はその時に成人式終わった後に同窓会みたいな二次会みたいなのあるじゃないですか先生たちもそれができなかったので大学卒業の年にやりました 卒業のタイミングでもう一回その何ていうんですか <laughs> 実行委員みたいな子たちが立ち上がって成人,成人式の時できなかったからって言ってええー、そ,そうです小中の子たち小中の子たちで集ま,るんだ、はい、集まってホテルで。 同窓会みたいいなのやりましたたそ<ー>、はい、そういうそう感じかそうただなんかその時によかったねって話したのが成人式の時に同窓会やっちゃうとお酒飲めない子がいるんでうん、うん、年齢的な制限がもう大学4年生だとなくなりますしあとみんな進路が決まってたりとかうん、うん、ある程度報告できることがたくさんあったんであ大学2年生の時にやるのもいいけどなんかこう,う、ね、ある意味良かったかもねみたいな。 みんな平等にお酒飲めるし、そうだね、はい、そうだね、確かに。はい、話になりました。へー、はい、ドライブイン。ドライブイン方式た。多分全国でヤイズだけだと思います。これで。へー、全国で中止になってたんで。すご,ね、すごいね、ありがありがたいね、はい。はい。そんな感じでした。ドライブイン公開放送って楽しい。<laughs> どうですか、ドライブイン公開放送。ヤイズコとかね。ヤイズコ。ヤイズコ。 ドライブイブンにするる意味あるか <laughs> <laughs> しかも入れる人数すっごい限られる <laughs> そ,そうだねあんまドライブインでやる意味ないか車持ってない方はレンタカー借りていただいてンタカードライブイン公開放すイイだってさ <はい S 1> ドライブインでやるってことはさは <い S 1> あの会場用のスピーカーじゃなくてさ 自分たちの車に <laughs> カーラジオでもねでもなんならもうえ会場来る意味あります、ね、そうだねないか <laughs> まあでも面白そうですけどねだからこう前コロナ禍にあったのがアイドルが、あのー、そのドライブインの方式でやって、うん、前のステージでやってあとからこうやってこう車の間を。 歩いてくるみたいなでこうマイク持ちながらこうやるとかやってましたね。だからさ、はい。電力つながった人はパーソナリティが助手席にああいい。あのパッシングしてもらって、パッシングしてもらって。私です。私です。私。いいかもしれない。ドライブイン公開公開のモモン。インヤーズ。意味わかんないですけど。 だからさリアクション笑ってるかどうか分かんないもんねパッシングしてもら面白かったら皆さん「こんにちは」ってパッシング <laughs> そうだよね <laughs> えー、ドライブイン面白そうだね、うん、映画とかありますもんねドライブイン映画とかあるある,あるはいいい面白そうあんま聞いたことな、ねはいドライブイン公開のでもラジオの特性は生かせますね,カー,ねカーラジオでカーラジオで 聞ける聞ける生放送の意味はないかも公開生放送なんかうまいこと使えないかなはい何か面白いことみんな来るそうだねレンタカーで来てもらってお金さえあればタクシーでもそうだねお金さえあればお金さえあればあうん 全国から車でドライブイン公開放送に向けて運転してくるリスナーを <laughs> 想像して笑いました <laughs> エスローさんが言ってそうだよね <laughs>、はい、あのさヤマダ機のさ<ー>近くの,あの車屋さんなんだっけ<ー>車修理してくれるさーオートバックスー、はい、オートバックスさんとかが。うん ブース出して、タイヤ交換もできます。あのとかレーシングカーみたいなこうやってこ降りなくていいじゃん。そうさ。いいドライブスルーも行けますしね。ドライブスルーも行けるよ。ご飯系とか。じゃ逆にさあれじゃない？あのあのあれフード系のさ普通ブースが出すじゃん。はい。 だからドライブイン公開放送の時はブースじゃなくてフード系はね、はいはい、あの自転車とかさ <laughs> 歩きとかですああいいいいいい方式でさいいですねいいパスタ食べますかとかさ、はいはい、一個助一手個<い>席から覗いてもらって買っちゃいますはいちょっとテンション上がっちゃいますもんね <laughs> でもみんな車から降りないで並んでるとか考えたら律儀で笑っちゃいますけど <laughs> 面白そうですね <laughs> まあなんで車の中入るっていうのかそうですねあれ,あれじゃないですかこう静岡駅から「ヌヌヌ号」とか出して乗り合いでみんなで行けるとかうん、うんね、ああなるほどはい 乗り合いで来て、会場で降りればいい。別に、別に車に乗ってる必要はない。あ、でもあれだうららさん、確かにそうだよ。ドライブイン交換はそういいなと、座席も疲れてきたら、周りに気にせずリクライニングできる。本当だ。あ、本当だね。野外なのにさ、雨に濡れない。雨でも行ける。行ける。 いいワイパー動かせば視界クるいいララビシャさんが排気ガスがやばそうねああじゃあエンジン切るやっぱりそうですねエンジンを切ってでもラジコ聞かないよねラジコでどっち取るかどっち取るかですね外でラジコで聞いてもらいますまあでもエンジンだけ切っていただいてあそうだねでラジオは聞けるもんねうんあ エスローさんが各リスナーがどんな車に乗っているのかいじられるのワクワクします、ね、みんなでわかるもんねはいお前ハイエース乗ってんの<ー>とかそうそう意外と性格が、はい、ねラジオネーム、はい、メールの感じと違ってるはいあ確かに車に貼る大きめなステップは、ね、そうすると「あバス旅行して」も言ってます バス旅行ね、バス旅行いいよね。ラジオでバスツアー。あるある。たまにやった。昔ねもう六年七年ぐらい。あ、そうなんですね。そうブダブドガとかさ。あ、楽しそうですね。そうたのすごい楽しかった。へえ。あ、カトカトが高校生リスナー涙目って言ってる。高校生リスナーは高校高校生リスナー用意しますか。そうだね。はい。 車運転できない方は、ね、できるように、はい、別にやらやらないですけど。ね <laughs> <laughs> 高校サービスがそうだね。はい、運転免許持ってないもんね。そうですね。ああそっか自動車学校さん教官<ー>ついてもらってるんでそうだね。セブ、はい、自動車学校 あ、いいね。セーブ自動車がこう。教習車を。教習者出してもらってさ、で、その場でカトカトがとか、乗席乗って乗り心地良くて運転してみたくなったら、セーブ自動車が。こに。めちゃくちゃな営業トークじゃないですか。で、ヌンヌンヌンのドライブイン公開放送行きましたって言ったら、 5%オフとかフいいいいですねいいよねいいいいですねこうならではじゃないですかでねえドライブイン公開放送ならではです,ではですね。でですね <laughs> いい、ね、車に貼れるステッカー作ってねいい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 ですステッカーステッカーも ドライブする方式で購入できるようにそのまま貼りますからいいねいいね、こちらで貼りますあとスマホとかのさ、画面にフィルムフィルム貼ってくれるみたいな感じでどこ貼りますかいいねそれいい夢が広がりますね面白そういろいろできますねはい やんないけどね <laughs> <laughs> あマカロンどうでしたそういえばあマカロンすっごい美味しかったですなんかのいやこれ想像以上の出来上がりすぎてあの絶対買ってほしい <laughs> <え>絶対買ってほしいですしかもなんかこのサイズでさっき田中さんも500円くらいかなちょっと高くなっちゃうかな、うん、みたいなあのあ 表情されてましたけど、このサイズでこのクオリティで五百円だったら全然買うと思いました。満足感がはいすごいよね、はいはい。でもどうなるかわかんないですけど、ちょっとデザインもデザインもねシンプルなものが今まで出来上がってましたけど、出来ああのデザインされたものができるかもっていうことなんで<え>買ってほしいバズりますかね縫うから。 ハッシュタグってほしいねしいハッシュタグハッシュタグヌンカロンヌンカロンね。はいいい,、ねはい、いいですよね<の>もう本当においしいほんとにおすすめうんなんか期待をはるかに超えて超えてねやっぱプロってすごいいやプロってすごいですね本当に,本当にそうほんにあの、うん、皆さん我々は本当に美味しい時じゃないと美味しいいやそう。 本当に信じてほしいですね、うん、結構厳しいし,結構厳しい分かりやすいですね <laughs> 本当にしかもその本当のこと言うと、うん、あれなんですよねヌンカロンが別にたくさん売れても、うん、じゃあそれが番組の制作品になるって別にわけでもないから本当に美味しくて食べてほしい、うん、本当にそれだけです思い出として、うん、本当に美味しいなんかマカロンってやっぱり今まで食べてきたことないって人も絶対多いと思うんですけど ほんとはまっちゃう味、ねはい、だと思いますっていうかあれなんだね作ったことないって言ってたけどさい<や>生地とかもめっちゃちっとるい、はい、結構これ中身のなんていうんですかあんでしたっけあんも大事ですけどこの外のこのマカロン外側の蓋このサンドしてるこのサンドの部分が、うん 本当に美味しい。美味しいよね。はい、すごい早く滝沢さんにも食べてほし,しい。食べてほしい、食べてほしい。しかも面白いなって思ったのがリスナーさんお二人はせんべいがいいって言ってて、うん、私たちラジオのスタッフさんとか込みで多数決だとゴルゴンゾーラだったんですよ。ね。ねはい。いやただねこれね順番もあります。あ食べる順番。そう最後に五番行ったら多分五番になる。 そうです、ね、あとなんか意外とオルゴンゾーラとかゴマってなんとなく味の想像がつくじゃないですかせんべいは結構裏切られる一回さ混乱するよね,、はい、ね混乱しますえってなるのこれな何味だってそ<う>一緒になりますでも美味しいんですよなんかマカロンってなんとなく食べる時にもスイーツっていうかさ、うん、甘い口になっていれるじゃ、うん、うん、それで桜えびの感じになるから、うん よはい、そうですねんだってえってなってでもちゃんと本当に美味しい、うん、本当に全部美味しいだから田中さんが帰られる時も我々はもうほんと「お願いします」っても何度も頭を下げてそう,そうなんです <laughs> これねあっそうワールドさんマカロンって何個用意するんでしたっけ「うん、朝イでどれくらいに買いに行った方がいいのかな これねそうなんですよ今の一番の懸念点は個数なんですよでね,、うん、ね田中さんが本当に手作りで作るし、うん、マカロンの専門店じゃないんでおっ、うん、きい機材とかがないんですってお店に、うんうん、だから1個に焼き上がる個数とかも決まってるんで,、うん、そうですね限界が そう個数が本当にお茶ちゃんこさんもマカロン何回か作ったことあるけどあれ作るのめっちゃ大変ですよ、ねうん、いやーそう,そう、ね、ただ我々は本当にもう共有したいだけなんでそう本当にそうな <laughs> 皆さんと共有したいただそれだけです本当にそう、はい、だからこね田中さんと話してる、うん、から夜泣けるだけいっぱいの人に食べてもらいたいので今ヌンカロンのうん 桜エビのやつ結構大きいサイズで作ってたんですけどそうすると1個に焼き上がる枚数が減っちゃうんですよねで1個に焼き上がる1回に焼き上がる枚数が減ると、うん、それだけ作れる個数が減っちゃうんから、うん、ちょっとサイズ小さくして個数をいっぱい作れた方が食べれる人が増えうん、うん、増やせますねっていう、うん、話になっている、うんね。しかもせんべいが 結構大きいサイズっていうのもあって、結構一個で満足感がすごいあるから。三<れ>つ食べてちょうどいいくらいの。がいいかもしれないですね。ねはい。まあ、それはもう田中さんと。田中さんに。田中さんし。ね、はい。えっと、俺ら本当に何もしない、ね。はい、意見言ってる時に。マジで、あの。何もしないですから、ち <laughs> ゃん、本当に何もしなりました。<laughs> <laughs> あの、お世辞抜きで。<laughs> いやいやほ。ほ、本当になりました。<laughs> マジで何もしてない食べたいって言ってるからいやいやほんとにいろいろ考えてくださってでもおいしいものになるのはほんとに間違いないのでねっはい1日2日だけですもんね売ってるのはまあその予定でブニセさん今日モニターで食べてありがとうございましたあっそうじゃんブニセさんブニセさんこそよくわかるよねおいしさがだからどういうことですかいや食べたからああ だから今回モニターとして食べてくださった三人はぜひリスナーの皆さんに我々があんまり言い過ぎると嘘嘘っぽく聞こえちゃうから生の声あの本当の意見でねはい消費者の消費者のはい厳しいですから意外とね水瀬さんせんべいは食事になるボリュームでしょうん本当そうですよね なんかいろいろ考えてくれてるみたいで、うん、じゃあせんべいの方うちっちゃくするってなったら、うん、でもせんべいの大きさ決まってるじゃん<ー>せんべいを砕いた状態で入れるのもあるかもしれないおっしゃってたんで結構たっぷりだちなみにこんちぇさんと当日あれだよ、はい、チョコのテイスティングもおそうだあるんで間に合うようにぜひぜひあのチョコの、えー、とテイスティングは、うん、正解者には。 ステッカーをプレゼントできるように今準備しています。うん、意外と皆さん厳しいですよ。全然わかんない、ね。多分無理です。うん、多分無理。<laughs> 多分無理だよね。はい、だからさ、その限定のステッカー作る。にしてもさ、うん、全然わかんないで、何に正解するかわかんないさ。<ー>いくつステッカー用意していいか,分かんない、一つも開けませんでした。<laughs> そう。その可能性も全然。全然あるもん。はい。 難しいから。はい、そんな感じです。うん、6月1日にぜひぜひいらしてください。間に合えばガチャガチャも。はい。うん。用意できるかも。かも。かも。ちょっと間に合わない可能性もある。はい。楽しいこといっぱい用意してるので、ぜひぜひ来てください。お願いします。お願いします。